日本神奈川県横浜市戸津区原宿原宿とは、神奈川県横浜市戸津区の地名。現行行政地名は、原宿1丁目から原宿5丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号245-0063。戸津区南西部に位置する。北で、深谷町、北東で戸津町、東で、栄区か内町、南で小鈴町、西で、東又野町。 北西で、また町と隣接する。古くは、相模国鎌倉郡原宿村であり、東海道が通過する。原宿は、戸塚宿と藤沢宿の中間の高台に設けられた、間の宿であり、原宿の名もこれに由来する。1889年の町村政志向により、深谷村、久美沢村と合併して、藤見村が発足。1915年には、藤見村が、 又野村、長尾村の旧小柄村域と合併して、大正村が発足し、1939年に大正村が横浜市に編入された。旧大正村の村域であった東又屋や小柄、深屋などと共に、大正地区と呼ばれ、原宿はその中心に位置する。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。原宿交差点国道1号と環状4号の交差点。横浜市の中心部からは離れているが、交通の要衝として、また渋滞スポットとして知名度が高かった。東海道を含め古くからの街道筋が集まる要所と言える場所であるため、自動車社会の到来とともに渋滞が慢性化した。 神奈川県内の渋滞ワースト1にランクされていた。1960年代から慢性化した渋滞は国道1号の利用者のみならず国道西側地域の住民に大きな犠牲を強いた。こうした傾向は交差点付近に開業した横浜ドリームランドの存在が白車をかけた。当初、ドリームランド側は モノレールによる人員輸送を打ち出したが、諸事情により早々に営業を休止。バス輸送に転換したため、渋滞は休日にまで生じるようになった。また、敷地の一部に団地群を造成されたため地域の人口が激増。交差点付近の渋滞は時間帯も問わず慢性化した。1980年代には、ドリームランド周辺と大船駅を結ぶバスが、 交差点の手前で1時間以上も足止めされることも珍しくない状況であった。2000年を過ぎてからはドリームランドが廃園になったものの、跡地に横浜薬科大学が設立されたため渋滞解消が急務となっていた。建設省は国道1号を820メートルにわたり拡幅し、その中央部をトンネル化する計画を立案。1987年に 事業着手したものの、折からのバブル景気により地価が高騰、用地買収は難航した。一方で、1990年代には、環状4号線側も含めた部分的な拡幅工事が進み、徐々にではあるが、渋滞はやや緩和方向に向かった。原宿トンネル2006年、国道1号の一部車線を地下化するための工事に着手。この立体交差は、 一般的な交差点のアンダーパスとは異なるシールドマシンによる掘削するトンネルであり、また一般的なシールドトンネルとも異なるハーモニカの穴のようにトンネルを掘るハーモニカ工法を採用している。2009年4月4日、下り専用の地下トンネルが完成し、暫定的に上り線として開通。2010年12月12日、上り線のトンネルが完成し、 原宿交差点のトンネルが全線開通。立体交差化工事は歩道の整備など行った後、完成する予定である。ありがとうございます。